クイーンストンハイツの戦いは、米英戦争の初期である1812年10月13日に、現在のオンタリオ州、クイーンストン近くで、イギリス軍とアメリカ軍との間に戦われた戦闘である。イギリス軍は、アイザック・ブロック少将とロジャー・シェフが率いた正規兵であり、アメリカ軍は、スティーブン・バンデン・セリア少将が率いた、ニューヨーク州民兵を主体とする軍隊であった。 アメリカ軍が冬季に入る前にナイアガラ川を越えてカナダ側に拠点を築こうとして始まったこの戦闘は米英戦争のこの時点まででは最大の戦闘となったこの決戦はあまり出来の良くない作戦計画の結果として起こったがそれまで数的には劣勢のイギリス軍を引っ張って成果を残してきていたブロック将軍が戦死しその後の戦争の経過に 重大な影響を残した。アメリカ軍は数的には勝っており、逆にイギリス軍はアメリカ軍の侵略に備えて戦力を分散しておかねばならなかった。ニューヨーク州ルイストンに拠点を置いたアメリカ軍はナイアガラ川を渡って侵略を試みたが、イギリス軍の砲撃と訓練が行き届かず経験もないアメリカ軍民兵の一部が進軍をためらったために不成功に終わった。 イギリス軍は援軍がタイミングよく到着し、カナダ側に渡っていたアメリカ軍兵士を降伏させた。アメリカ軍はアッパーカナダ国境のイギリス軍拠点を参加だから攻撃する作戦であり、ナヤガラ側とかはその一つであった。一つはウィリアム・ハル将軍がデトロイトからアマーストバーグを攻撃するものであり、一つはヘンリー・ディアボーン将軍がセントローレンス側を横切って、 キングストーンを奪取する作戦であった。これら3方面軍が合流して、ローワーカナダのモントリオールを攻略すれば、カナダを掌握でき早急に停戦に持ち込めるという考えであった。しかし、この3方面作戦は思うように運ばなかった。春はデトロイトトリデを取り囲まれ、イギリスと同盟するインディアンの虐殺を恐れて、街も全部隊も降伏してしまった。 ディアボーンはニューヨーク州オールバニで止まっており、侵略を急ぐ様子がなかった。バンレンセリアは、勝ち気に流行る兵士からも、また、春の幸福で地上国にイライラした世論からも、そこそこの圧力を感じ取っていた。バンレンセリアは、ニューヨーク州民兵の少々の位を持っていたが、実戦で指揮を取った経験がなかった。当時のバンレンセリアは、ニューヨーク州知事選挙の連邦党有力候補と、 見なされており、現職知事のダニエルトンプキンズがおそらくバンレンセリアを選挙戦から遠ざけることを期待してアメリカ軍の指揮官に任命した。7月13日に任官したバンレンセリアは、そのまたいとこで実戦経験豊富なソロモンバンレンセリア大佐の協力を確保し、副官として助言をもらえるように図らった。春の失敗やディアボーンの遅れはあったものの、 万連ンンセリアの位置づけは強固に見えた。9月1日、万連ンンセリアの元にはわずか691名の兵士がいたに過ぎなかったが、すぐに援軍が到着して、それなりの軍隊になった。自部隊は、正規兵、志願兵及び民兵を合わせて、約6000名となったのに加えて、アレクサンダー・スミス准将が1700名の正規兵を従いて参軍した。しかし、スミスは、 職業軍人の士官であり、バンレンセリアの命令に従うことをカくなに拒み、招集にも応じなかった。スミス軍は前線に到着するや、イナや、ルイストンの本部に着くのではなく、バッファロー近くに布陣した。バンレンセリアに到着を報告せず、ただ、忙しいと伝えていた。バンレンセリアは、主部隊でナイアガラ川を渡り、クイーンストン近くの高地を占領し、一方で、 スミスが後方からジョージトリーデを攻める作戦を立てた。しかし、この作戦に対するスミスからの回答もなかった。本部で作戦会議を招集した時もスミスからの反応がなく、その後すぐに送った文書にも返事がなかった。大至急で送られた直接命令にも無言の対応であった。人当たりの良い政治家であったバンデンセリアは軍法会議で 戦闘の開始を遅らせるよりも、スミス抜きで戦闘を開始することを選んだ。10月10日、バンデンセリアは攻撃準備をしているルイストンに、スミスの軍隊も大至急合流するよう命令を送った。攻撃開始は10月11日、日曜日の午前3時に設定されており、スミスは命令書の受け取りだけを繰り返した。しかし、あいにくの悪天候で、スミスが選んだ道は、 ぬかるんでおり、道に張り付いたように見える荷車を捨てるしかなかった。10月11日午前10時、攻撃延期の命令がスミスに届いた。スミスは、ルイストンには向かわず、ブラックロックの宿営地に引き返し、10月12日に、バンデンセリア宛て文書で、スミス軍は10月14日に再度動ける状態になると連絡した。攻撃計画は13日が予定されていた。 10月11日の攻撃延期の理由は、バンレンセリア軍内の脱走であった。その数日前、バンレンセリア大佐は川を渡って、ブロックの副艦ジョン・マクドネル中佐が指揮する、イギリス軍に攻撃をかける準備ができており、敵地を制圧するかなり、良い考えだと思っていた。バンレンセリア大佐は、熱が出ていたが、バンレンセリア将軍は10月11日に攻撃を、 かける決定を下した。しかし、アメリカ軍がその日の未明に隊列を組んで川を渡る、準備ができた時、船を操船する一人であった、シムズ中尉がその船を漕いで出て逃亡してしまった。しかも、と下に必要な,なオールの大半も持って、行ってしまった。代わりのオールが準備されるまで攻撃は延期された。バンレンセリア将軍は、攻撃を10月13日に再設定した。 アイザック・ブロックはアッパーカナダの副知事であり、そこの軍の司令官でもあった。ブロックは行動的な指揮官であり、デトロイトトリでの奪取成功で賞賛され、アッパーカナダの救世主という評判とナイトの称号を得ていた。ただし、ナイトジー君の知らせがアッパーカナダに届いたのはブロックの戦士語であった。しかし、ブロックの上官でケベックにいるジョージ・プレボストは、 用心深い方であり、二人は戦略について衝突していた。ブロックの考えでは、イギリス軍が先手を取ってナイアガラ川を渡り、バンデン・セリアとスミスの軍隊が補強される前に、打ち破り、ニューヨーク州北部を占領するというものであった。プレボストはこの作戦を拒否し、ブロックに防御的な姿勢を命じた。プレボストは、イギリス政府がアメリカの商戦を規制する。 数密因例のいくつかを捨て、米英戦争の原因と言われたもののいくつかを取り去ったことを知っていた。プレボストは、急戦交渉がうまくいくと信じ、攻撃的な姿勢を取ることで交渉苦いになることを恐れていた可能性がある。ブロックの積極策の一つは、モーミー側のウェイントリデを包囲したことであったが、同盟インディアンの戦士が敗北して終わっていた。特に、ブロックを苛立たせたのは、 プレボストの命令で、ロジャーシェフ少将が動き、8月20日に、バンレンセリア大佐との休戦を約束したことだった。休戦の条件でナイアガラ川は両軍とも水路として、使うことを許された。ブロックは、アメリカ軍の援軍や物資が、バンレンセリア軍に抵抗なく、届けられるのを見ているしかなかった。休戦は9月8日に終わり、バンレンセリア軍は、以前にも増して、 十分に補給されていた。戦闘の前日の10月12日、ブロックの命令で、トマス・エヴァンス少佐が白旗を掲げてナイアガラ川を渡り、数日前にエリー砦の近くで、アメリカ軍がイギリス戦を襲って捕まえた捕虜の即刻交換を申し出た。エヴァンスは、バンデンセリア大佐に会おうとしたが、大佐は病気だと告げられ、バンデンセリア将軍の秘書官で、ツークという男と会った。 ツークはおそらく、ジョン・ラベットの偽証であるが、秒後日までは、いかなる保養交換に応じないと繰り返した。エヴァンスはこの言葉が繰り返されるのを聞いて、衝撃を受け、また船が何隻か、茂みに隠されているのを確認できた。エヴァンスは、攻撃が、翌日10月13日に計画されていると、結論付け、事態に戻ると、作戦会議士官からは、笑いとあざけり顔で迎えられた。 しかし、ブロックは会議後エヴァンスを横に呼び、その可能性を確信した。アメリカ軍の都下の様子10月13日、ブロックは、シェフや主力部隊と共にジョージ取り出にいた。イギリス軍の文献隊は、クイーンストン、チッパワ及びエリー取り出にいた。クイーンストンの村落は、ナイアガラ川峡谷の出口にあり、川の流れは速く川幅は200ヤードあった。 村のすぐ南は300フィートせり上がった地形であり、クイーンストンハイツと呼ばれた。川の反対側がルイストンであり、やはりその南にルイストンハイツがあった。平和な時は、クイーンストンとルイストンの間に、私船が運航された。クイーンストンにいたイギリス軍文献隊は、ジェームズ・デニス隊意識する第49、不評連帯的弾兵中隊。 ジョン・ウィリアムズ隊意識する軽装不評中退、第二ーク民兵隊の側面支援中退及び3ポンドバッタ法1門を用した第41不評連隊の文献隊であった。18ポンド法1門がハイツに上がる途中の突確保に据えられ24ポンド法とカロネード法各1門が村落から1マイル北のブルーマンズポイントの法座に据えられた。土地の民兵である。 第五臨関連隊からの複数の中隊は従軍していなかったが伝言が発せられればすぐに集合できることになっていた。アメリカ軍は第六、第十三及び第二十三不評連隊と不評として従軍する砲兵大隊であった。ニューヨーク民兵隊は五連隊より志願兵によるライフル狙撃兵1個大隊もいた。アメリカ軍は急速に数を増したので ルイストンの正規兵の大多数は最近、徴兵されたばかりであり、バンレンセリアは民兵の訓練と規律の方が正規兵より勝っていると思った。アメリカ軍には船が12隻あり、それぞれ30名の兵士を運べた。また2隻の大きな船もあり80名の兵士を運べる。上に甲板がついていて、ヤホーや荷車を運ぶこともできた。 船に乗る最後の瞬間まで、序列や優先順位で揉めて、最初の渡下部隊の指揮まで分かれてしまった。バンデンセリア大佐は、民兵の文献隊を、ジョン・クリスティチュは、正規兵を率いた。アメリカ軍は10月13日午前3時に渡下を、始めた。船を出して10分後、バンデンセリア大佐の船が、対岸の村落に上陸を始めた。将兵の一人がその姿に気づき、 味方への警報のためというよりもアメリカ軍に見つけたことを警告するためにマスケット銃を発砲しデニスの本部に走った。数分後、デニスの部隊がまだ川西にいるアメリカ軍に一斉射撃を行った。バンデンセリア大佐は船からカナダ側の岸に降りた時すぐに銃弾で撃たれた。バンデンセリア大佐は部隊をまとめるように努めている。 時にさらに5発も撃たれた。それでも彼は生き残った。バンデンセリア大佐は出血で弱っていたために、戦闘には加われなかったので、第13不評連隊のジョン・イーグル隊員が指揮を代わりクイーンストンにアメリカ軍の足場を得るために戦った。一方、イギリス軍の大砲は、ルイストンのアメリカ軍が船を寄せる場所の方向に撃ち始めた。アメリカ軍の大砲は、 ルイストンハイツのグレートリデというー類に18ポンド砲が2門、船寄せ場の近くに6ポンド砲が2門あったが、クイーンストーンの村落に向かって砲撃を開始した。デニスの部隊は村落まで交代したが、家の陰から銃撃を続けた。明るくなってくると、イギリス軍の大砲が精度を増した。アメリカ軍の大きな船2隻を含み3隻の船の乗員が被害を受けた。 船の一つには、クリスティ中佐が乗っていた。重火の下で強行が起こった。クリスティの船の水先案内人は、クリスティの静止も聞かず船を、元の岸に戻し始めた。このことが後に悶弱となった。クリスティの次の船を指揮していた、ローレンスタインはクリスティが撤退を命じたと言い張り、卑怯だと告発した。ジョン・フェンウィック中佐に率いられた第二波の攻撃部隊は、 イギリス軍の大砲で水中に落とされ、あるいは下流に流されて空洞に上陸を余儀なくされ、イギリス軍が素早く取り囲んだので生き残っていたものは降伏した。ジョージ・トリゲでは、ブロックがクイーンストーンの大砲の音で目覚めていた。ブロックはこれを陽動作戦の一つに過ぎないと考え、少数の文献隊にクイーンストーンに向かうように命じたが、彼自身も数人の副官を連れて、 早かけで向かった。ブロックは夜明け頃村落を通過し、突確保に上がって戦場を眺めようとした。一方、アメリカ軍のウール隊員は、突確保にあるイギリスの大砲がアメリカの船に大打撃を与えており、そこは防御が薄いことを見て取ったので、バンレンセリア大佐と相談して、土地の者のから聞いていた漁指導をたどって攻撃をかける提案をした。バンレンセリアは、 傷のために退避してはいたが同意し、ウールが川岸を伝って移動しうまく高地の上まで登り詰めた。ウール隊はブロックが到着したまさにその時に攻撃を開始した。ブロックの少数の部隊と砲兵は損落まで逃げ落ちるしかなかったが、素早く大砲を使えなくしておいた。ブロックは常時砦のシェフに使いを送り、できるだけ多くの部隊を連れて、 クイーンストンに駆けつけるように命じた。続いて、援軍を待つよりも、即刻突か区保を奪い返すことに決めた。攻撃を指揮するアイザックブロック将軍ブロックの最初の攻撃は、第49連隊のデニスとウィリアムスの中隊及び、民兵2個中隊で行われた。ウール隊を排除できそうになったが、素早い反撃にあって、一旦後退した。ブロックは、 最初の攻撃の際に手を負傷したが、副官に、続けよ、勇敢なヨークの勇士を伝えさせた。続いて2回目の攻撃をかけた。ブロックの軍服の金色の紐飾りや検証がついた赤色、及び長身で活力ある振る舞いは、一目につきやすく格好の目標になった。ブロックはアメリカ軍狙撃兵の銃弾に倒れた。ブロックの副官マクドネル中佐はもともと弁護士で、 軍隊経験がほとんどなかったが、次の攻撃を引いた。ウール隊はコーチへの道を上がってきた、増援隊に援護され、マクドネル隊の数を上回った。マクドネルの攻撃は失敗し、瀕死の重傷を負った。ウィリアムズ隊員も重傷を負い、デニス隊員は軽傷を負った。ブロックとマクドネルの体を引きずって、イギリス軍はクイーンストンを 通り一枚いる北のダーラム農園まで交代した伝説によれば、ブロックの最後の言葉は、続けよ、勇敢なヨークの勇士よと伝えられている。しかし、ブロックが倒れた時、近くにヨーク兵はいなかったので、ありそうにない話である。歴史家の J. マッケイヒッツマンによれば、クイーンストンに着いたばかりのヨーク志願兵を勇気づけるために語った言葉であり、後に伝説に置き換えられたという。 午前10時までアメリカ軍は溶かする船に打ちかけられるブルーマンズポイントの長射程24ポンド砲に苦しめられた。しかしアメリカ軍は数百名の新たな部隊と6ポンド砲を溶かさせることができた。この部隊は突確保の18ポンド砲を再度使えるようにしクイーンストンの村落に向かって砲撃を始めたが川からは離れた一部の地区にしか撃てなかった。 クリスティ大佐は、カナダ側に攻撃をかけていたが、増援隊や参合を掘る道具を集めるために一旦、引いた。正午、バンデンセリア将軍が渡過した。バンデンセリア将軍とクリスティは、クイーンストンハイツの防御を固めるよう命令した後、また川を渡って、アメリカ側に戻った。ウィンフィールド、スコット大佐が、クイーンストンハイツの正規兵の指揮をとり、ウィリアム・ワズワース准将が、 全軍指揮の権利を譲って民兵隊の指揮を取った。完全な形の部隊は少なく、組織立っていない部隊の集まりであり、主官がいない部隊もあった。主官が徒化したのに部下の兵士が随意いて来ない場合もあった。バンデンセリア将軍の部隊の1000名足らずがナイアガラ川を渡ったが、ブロックの死を知らず、イギリス軍の大砲が、 静かになったにもかかわらず民兵隊は残っている船で川を渡ることを拒否した。一方、ジョージ砦からのイギリス軍造園が到着し始めた。六ポンド砲2門を持ったホルクルフト隊員の砲兵隊がデレンジー隊員の中隊に支援されてクイーンストンの村落に入った。民兵隊員のアーチボルド・ハミルトンが自分の家の庭に大砲を据える場所をあつらえた。 この部隊は午後1時に砲撃を開始し、再びアメリカ軍の渡河中の船を狙い撃ちした。これと同時にも、ホーク族の指導者、ジョン・ノートンとジョン・ブラントが部隊を率いて、コーチの上に登り、突如、スコットの陣地に吸収をかけた。この時誰も殺されず、もうホーク族は森に逃げ隠れたが、アメリカ軍の精神状態は、インディアンの怖さでひどく影響を受けた。 インディアンの立てたおたけびは、ルイストンの街でもはっきりと聞こえた。バンレンセリア将軍はもはや民兵をおだてて川を渡らせることができなくなった。バンレンセリア将軍は、市民の船乗りを連れてきて、カナダ側にいる部隊を引き上げさせようとしたが、これも拒絶された。ロジャーシェフ少将は午後2時にクイーンストンに到着し、イギリス軍の指揮を取った。 シェフはさらに援軍を集め、アメリカ軍の大砲を避けながら3マイルの回り道を、して、クイーンストンハイツに向かった。そこで、シェフ隊はジッパワーからの別の増援隊とも合流した。全軍で800名以上となった。午前中に、ブロックの下で戦っていた残兵を集め、第41連隊の5個中隊と民兵の7個、中隊及び3本の砲を2門ということになった。 シェフは部隊を編成し直して準備をさせ午後4時に攻撃を開始した。バンデンセリアが攻撃を開始してから13時間が経っていた。アメリカ軍の民兵はインディアンのおたけびを聞いてから悪い方に運が傾いたと思い退去して命令も聞かずに撤退を始め、スコット大佐に残された守備兵はわずか300名となってしまった。スコットはシェフの大部隊に面して アメリカ軍を撤退させようとしたが、兵士を逃がそうにも川に船がなく、もうホーク族は二人の州長の死で駆けり立っていたので、虐殺を恐れたスコットは、イギリス軍への降伏を選んだ。それでも興奮したインディアンは、高知から川岸に群がるアメリカ軍に向かって、銃撃を数分間続けた。降伏が成立した後で、高知の周りに隠れていた500名の、 アメリカ軍民兵が出てきて、やはり降伏したのを見てスコットは衝撃を受けた。6000名いたバンデンセリア将軍の軍隊で、100名が戦死し、300名が負傷し、さらに925名が捕虜となった。捕虜の中には、ワズワース巡将、スコット大佐、4名の中佐及び67名の士官がいた。イギリス軍は6ポンド砲1門を捕獲し、 ニューヨーク州民兵隊の連隊機を手に入れた。イギリス軍の損失は14名の戦士、77名が負傷であった。負傷者の中には、ローラ・セコールの夫、ジェームズ・セコールも含まれていた。攻撃が惨憺たる敗北に終わった、バンデン・セリア将軍は戦闘後即座に辞任し、ナイアガラ地区の上級士官であったアレクサンダー・スミスが公認となった。 スミスの王兵差が侵略の試みを損なったにもかかわらずであった。スミスはバッファローに部隊を止めていたが、その部隊が3000名に増強されるまで次の攻撃をかけなかった。スミスはエリー砦の近くで二度とかを試みて失敗し、しぶしぶ兵士を引き上げさせた。攻撃に対する拒否を酷評され反乱の噂も立った。ところで、スミスは職を辞して、 バージニア州の故郷へ帰った。オールバニではバンデンセリアの失敗を聞いたヘンリー・ディアボーンがさらに動かなくなった。二方面の軍隊が敗北し、ディアボーンは三番目の軍隊を率いて動く気にならなかった。心ならずもオーデルタウンまで前進したが、そこで民兵がさらなる前進を拒否し、結局は撤退した。この結果、バンデンセリアの軍隊が1812年に、 アッパーカナダを攻めた唯一の軍隊となった。クイーンストンハイツの敗北の責任者は誰なのかという疑問は結局わからないままであった。スティーブン・バンデンセリアの人気は高いままであり、ニューヨーク州知事選でダニエルトンプキンズの対抗馬として立つこともできた。バンデンセリアは後にアメリカ合衆国会議員となった。米英戦争の大半を アメリカが州国陸軍長官であったジョン・アームストロングは、その著書、米英戦争の注釈でバンデンセリア将軍を非難した。これに対して、ソロモン・バンデンセリアが粉満やる方ない反論を行い、アームストロングをベネディクト・アーノルドに例え、クリスティ中佐にも平等に責めがあるとして、その卑怯さを告発し、我々の惨事は彼の失敗に多く及っていると言った。 ブロック将軍を失ったことは、取りも直さず、イギリス軍にとって大打撃であった。ブロックは、その自信と行動によって、部下の兵士や民兵、市民の士気を上げていた。ブロックの後継者シェフは、クイーンストンハイツの勝利で順段借位を受けたが、同じような尊敬を集めなかった。翌年、ヨークの戦いで、多数の敵を前にしたシェフは、撤退を選び、軍事的には正しかったが、 地域の民兵、議会及び多くの市民には、行きされ不当な扱いを受けたという感情を残した。シェフは、アッパーカナダでの任務を解かれた。ありがとうございます。